私は体中で楽園を感じたくてタヒチを旅しました。これはとっても素敵で特別な大人の休日。いいな。やっぱここまで行くとこうカメラ置いても人が入んないよね。太平洋の真珠と言われるボラボラ島、今回もラグーンの美しい青が盛りだくさんです。水上バンガローの朝、ホテルのスタッフがアウトリガーカヌーに乗って私のお部屋にあるものを運んでくれます。何やらなーやらな。そのあるものとは、すごい、朝食です。水上バンガローのテラスで食事することができるんです。美味しそう。幸せでしょ。なんか一人でこんな満喫しちゃっていいのって感じ。そうなんです。ハムやチーズ、たくさんの果物がずらりと並びます。夢みたい。はい、音楽も違うもんね、かかってるの。高山とはね、高山とは違うんだよ。怖いよ。5分だった贅沢。朝食後、ホテルスタッフの古川さんとロビー前の散歩で待ち合わせ。古川さん、おはようございます。今日また違ったパレオですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日はヒルトンを出てですね、ボラボラで一番人気のアクティビティ、サメとエイの絵付けの方もご紹介させていただきます。サメとエイの、はい、ポイントに向かうため船着き場へ。海で移動だ。すると、おはようございます。陽気なおじさんがウクレレを聴きながら待っててくれました。花輪だよ、花輪。サメとエイの餌付けをするガイドのエヴァンさんです。長い出発した途端、テンション全開のエヴァンさん、地元の陽気なタキチアンです。また似てる。見てて。自動運転に切り替えていたので大丈夫。いつの間にか私も乗せられて踊っていました。照れてるんですけど、朝のテンションが、エヴァンさんのテンションが高すぎて、はい、そうそう。そしてポイントに到着です。はい、といきなりサメ。え、サメ、サメがサメ、来た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 。マオマオ、突然エヴァンさんが海に入って自称しようと言い出しました。魚食べてたもんね。大丈夫？怖くない？怖いですよね。スロートル、海に入ってみました。意外と浅くて一半身。怖いよ。うわー、モンキー。エヴァンさんの周りにたくさんの絵が集まってきました。ほんとこれ。そうなんです。こんなの、はい、そして私のところにもリオさんの周りいっぱいいますよ。いっぱいいた、すごい、すごい、はい、マジマジ。食べちゃうんだ。
ない違うサメもたくさん近寄ってきました。怖いんだ。このサメはスマグロザメで人に危害を加えることはないそうです。たくさんのサメたちと一緒に泳ぐなんてもう大感激でした。餌付けを楽しんだ後の移動中、シュノーケリングをしているスペイン人観光客たちに遭遇しました。歌を聴いたエヴァンさん、そう長いエヴァンさんの歌声につられて観光客も大合唱。楽しい、はい、楽しい、サンキュー、申し訳ない、とっても楽しい瞬間でした。次の目的地はモツタプという小さな無人島です。続いてきました。ここでエヴァンさんとはお別れです。バイバイ。かつて王家の人のみしか入ることを許されなかった島、今ではヒルトンホテルが所有しています。この水すごいね。ここ何キロもずっと歩いてきます。歩いてきるんですか。歩いてきます。はい、この海は遠浅で数キロ先まで海の中を歩いていけるんです。この島に何をしに来たかというと、本日のランチのテーブルがあちらです。お姫様、はい、そうなんです。なんとこの場所でランチを食べるんです。本当ですか。ホテルのスタッフが準備してくれていたのは海の幸のグリルです。そして古川さんがご自分のパレを持ってきてくれていました。ありがとうございます。これ最高じゃない。誰もいない無人島でちょっとおめかしして海辺のランチ、夢のような時間の始まりです。あー気持ちいい、足がこれはマッチョ。そうなんです。ちっちゃいお魚がいっぱい。すごい魚がたくさんありますね。なんかこういうのいいですね。本当ですね。ボラボラ島の近海で採れたブスター。結構厚みがすごいぎっしり詰まってますね。ぎっしり詰まってます。頑張ろう。ありがとうだよね、本当に。甘くて歯ごたえがあって食べ応え本当にありますね。すっかり気分はお姫様。井戸水って失礼だけど井戸水みたいに綺麗だね。贅沢に。これリオちゃんちょっと。